こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。スクランブルが多発する中、今、最も中国による領空侵犯が最も繰り返されている。航空自衛隊のスクランブル発進は年々増えてきている状況。今はまだステルス戦闘機による領空侵犯はないのだが、もしを考えると早く日本にも多くのステルス戦闘機を、なんなら航空空母なども作ってみてはどうだろう。海だけでなく飛び続ける空母などできると、それは戦艦となる。まるでガンダムのような光景もそう遠くはないのかもしれない。空母は海だけでなく空にも一度見てみたいと考える。さて、日本の戦闘機事情を考えると、今後中、梅雨、北の脅威を考えると最先端戦闘機の導入は欠かせない。しかし、それには時間が必要となる。では、日本国内の戦闘機事情を紹介しよう。1971年の導入から、実に約半世紀もの長きにわたって日本の空を防衛してきた F4EJ 戦闘機、通称ファントム2が2020年度をもって全機退役を迎えることが明らかとなっている。そうした中でも、日本国内のイベントなどにおいてその姿を見ることのできる戦闘機を、駆け足ではあるがランダムに簡潔に羅列してみることにしよう。まずは航空自衛隊の現在の主力戦闘機である F-15J と DJ の2種類が筆頭に挙げられ、これは本家アメリカの F-15C-D をベースとして日本国内でライセンス生産された機体で、イーグルの名称で知られた戦闘機だ。 J が短座式であり、 DJ が複座式となっており、1980年から導入が開始された聖空戦闘機であり、その圧倒的な空対空戦闘のポテンシャルは実戦で撃墜されたことが皆無という無双ぶりを持つ。このため、すでに実戦配備から30年以上を経過した戦闘機でありながら、日本を含め数の上では未だ多くの国で主力戦闘機の座に君臨しており、航空自衛隊でもスクランブル発進の中心として運用中だ。ちなみに本国のアメリカ空軍では、1989年に空対地攻撃機能を増強させた F-15E ストライクイーグルを就役させており、こちらも未だ現役で任務に従事中の機体となっている。続いて挙げられるのが F-2A-B 戦闘機であり、 A が短座式、 B が複座式となっており、国産の戦闘機として2000年から導入が開始されたアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとした機体だ。もともとは全てオリジナルの国産戦闘機として開発される可能性もあったものだが、政治的な理由もあり F-16 を大型化させ、日本が求める兵装を実装できるように再設計された機体として生み出された F-2A-B 戦闘機は、軽快で活発な単発エンジンを搭載していることもあり、聖空戦闘機として高い性能を誇る F-15 と比較しても、低空低速時の機動性においてはそれをも上回る能力を発揮すると言われている。この F-2A-B 戦闘機も、すでに2011年には生産を終了しており、またもや、
この後継機をめぐる F3 戦闘機の開発が日本独自なものとなるのか、他国との共同開発となるのかが注目を集めることになっている。自衛隊機の現状での最新鋭機となるのが F-35 ライトニング2戦闘機であり、こちらは言わずと知れた第5世代を代表するステルス戦闘機であり、通常滑走路を使用する A 型の実戦配備が始まった。不幸な墜落事故も報道を賑わせることにもなったが、事故率という部分ではアメリカの航空機として決して高い数値ではなく、この事故をもってして欠陥機という意見を出すのは早計に過ぎるだろう。さらに日本ではこの A 型に加えて護衛艦いずも、加賀の両艦を航空母艦にするための改修工事も決定し、これらに艦載機として運用できる短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の導入も進められている。戦後日本初の航空母艦として、この運用には注目が注がれているが、B 型の機体の調達のみならず、それを操作する操縦士や付随するノウハウの習得を含め、実戦配備まではまだまだ時間を必要としている。ただし、この B 型はすでに岩国基地にアメリカ軍が配備をしており、今後護衛艦いずも、加賀の改修工事が完了した際には、ここの B 型を用いた共同訓練などでも、その姿を見かける機会も増えるかもしれない。ちなみに、F-35 ライトニング2には、もう1種類の C 型というタイプが存在しているが、カタパルト射出型の航空母艦専用機であるため、現状はアメリカ海軍のみが採用を行っている機種だということができる。また現在横須賀基地を母港としているアメリカ海軍の原子力航空母艦ロナルド・レーガンには、主力戦闘機として FA-18EF スーパーホーネットを艦載機としているため、こちらを目にする機会も多い。前述の通り、やがてこの FA-18 スーパーホーネットは F-35 ライトニング2の C 型に移行していく予定ではあるが、まだまだ熟成の進んだ同機が主力戦闘機の座を譲るにはしばらくかかりそうだ。最近では F-35 を製造するロッキード・マーチン社に戦闘機受注を奪われてしまった感があるボーイング社だが、インド海軍の紹介に応じ、同機がスキージャンプ式の航空母艦でも運用可能だと表明した。にわかには信じがたい気もする話ではあるが、戦闘機部門のシェア維持に活路を見出したいボーイング社としては、なりふり構わず100機以上の受注が見込めそうなこの商機を取りに行ったということだろう。すでに日本の F3 戦闘機をはじめ、世界の戦闘機開発は第6世代の開発競争に突入していると言われて久しいが、こうした定義はどうしても後付けとなるため、はっきりとしたその要件は定まっていない。しかしついにこの分野にも AI によって完全に自立して動作する兵器が登場すると見られており、操縦士が操ることを前提とした戦闘機としては今の第5世代が最終となる可能性もありそうだ。